エイアリーサー・アハティラは、フィンランドのアーティスト。主に、ビデオアーティスト、フォトグラファーとして知られる。カナテン社は、エイアリーサー・アティラとも。1959年、フィンランドのハメンリンナに生まれる。1980から85年、ヘルシンキ大学法学部。1981から84年、インディペンデント美術学校。1990から91年、 ロンドン印刷大学メディアマネジメント学部、フィルムビデオ学科。1994から95年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、フィルムテレビ、映画、マルチメディア研究プログラム。1994から95年、アメリカ映画協会先端技術プログラム特別コース。1990年、フィンランドタンペレにて、初個展を開催。1998年、 マニフェスタにに参加。1999年、ワコールアートセンター、スパイラル t v 展出品。2000年、韓国公衆ビエンナーレ出品。同年、フィンセント賞を受賞した。2002年、デートモダンにて個展。2003年、NTT インターコミュニケーションセンター、フューチャーチネマ来たるべき時代の映像表現に向けて、展出品。2005年、森美術館。 ストーリーテラーズ展出品。2006年にはニューヨーク近代美術館にて風の展示を行った。同年、ウェールズはカーディフにてアルテス・ムンディ賞を受賞、4万ポンドの賞金を獲得した。日本では多数のスクリーンを使ったビデオインスタレーション作品でよく知られる。人格を持った複数の登場人物があり。 実在の社会状況の中に配置されて演劇作品のような体裁を取ることが多い。テートギャラリーのコレクションに加えられている。ありがとうございます。